すばり岳は、日だ山脈北部の後ろ立山連峰にある標高2752メートルの山。長野県と富山県とにまたがり、中部山岳国立公園内にある。黒べ湖の東岸にあり、北の大スバリと南の小スバリの2方からなる。当面には、大スバリ沢と小スバリ沢がある。スバリは深い谷を意味していて、その源流部の山となっていることが、 三名の由来とされている。また、岩ひばりが巣を張るような岩壁が多いことから地元で岩すばりと呼ばれたことに由来するとする説もある。梁の木だけどの間の暗部は、馬役母のコルと呼ばれている。後ろ立山連峰の主猟線に沿った登山道が整備されていて、山頂部を通っている。重曹時に通過されることが多く、大木沢駅の登山口から梁の木設計を通るルートが、 最短の登山ルートである。大木沢の柏原振道から入山する経路もある。西面の岩漁はロッククライミングの対象となる。山頂は三角点がない標高点で森林限界を超える高山帯の廃末が自生する岩場であり、縦山や黒べこなどの360度の展望がある。夏季には登山道脇に高山植物が見られる。稜線上には 山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は、張の木小屋で、登山口の大木沢駅には一般の宿泊施設がある。積雪量の多い地域であり、営業期間外には閉鎖される。新型竹方面から望む張の木だけと、すばりけ小すばりと、大すばりの2方からなる、黒べこを挟んで、 西側の立山の両線と対峙している。以下が源流となる河川で日本海へ流れる。鉱山帯の山頂岩場からは360度の展望が得られ、西の眼下に黒部港を望むことができる。ありがとうございます。